アルマームードとは、アメリカ合衆国の競争場、繁殖品場である。繁殖品場として成功し、オーメス系を築いた。ノーザンダンサー、ヘイローの祖母としても知られ、現代競馬において、多大なる貢献をした名品の一頭に数えられる。父は、エプソムダービーはマームードである。現役時代は11戦して4勝、2歳児のコリーンステークスと3歳児のバインランドハンディキャップに、 勝った程度で、ハマれば、C が安定しないという評価だった。繁殖品馬としては8頭の3区を送り出した。自家後のうちコスマーが、ステークス競争で勝つなどの活躍を見せたが、むしろこの馬の重要性は3頭のメスゴマがそれぞれ、繁殖品馬として成功したことにある。いずれも、歴史上重要な馬たちの祖先となり、今日のサラブレッド世界に大きな影響を残した。 初子のコスマーは、父、ティムタムのヒンバとスマー、とヘール・トリーズンのボバ・ヘイローの母として知られている。前者は後に、アメリカ競馬殿堂入りを果たし、後者はタネボバとして、サンデー・サイレンスなどを輩出して、アメリカのリーディング・サイヤーに二度輝いた。ナタルマは父にアークティックのボバ・ノーザンダンサーの母となった。 ノーザンダンサーは競争馬としても種ボバとしても世界を席巻し20世紀を代表する種ボバの一頭となった。バブリングビューティは父シーバードのボバアークティックターンの母となった。アークティックターンは競争馬としてもガネーショーカ値などの高成績を収め主ボバとしてベーリングなどを出してシーバードの血統を後世に残している。また、これらの馬を介した。 アルマームードのメス系はなおも続いており、特にコスマーナタルマの2頭から続くメス系には多数の名馬が連なっている。アルマームードは1971年に修常骨炎を発症、それが元で死亡した。ありがとうございます。